このボーダー可愛くない？試着してみよっかな。あ、こっちのフリンジ付きも可愛い。今井さん、それ5着目です。試着室への持ち込みは3着までって、ここに注意書きが。え、そうなの？危なかった。教えてくれてサンキュー、リンコ。じゃあこれとこれとこれ、他のは戻してこようっと。ね、リンコはどれ試着するか決めた？え、私はその海には行かないですし、特に試着は。ねえねえ、リサ姉、リンリン、これ見て。あ、アコちゃん、それまさか、その小さいの着るの？だってこれ超かっこよくない？まるで漆黒の蝶のごとき。このリボンとか、我をもっとこうかっこよく見せてくれるはず。確かに大人っぽくてかっこいいと思うけど、アコにはまだちょっと早くないかな。ほら、ここ見て、もう紐じゃん。ちょっと動いたらずれちゃうよ。確かにアコが着るには防御力とか足りないかも。それじゃあこれはやめて、もっとかっこいいの見つけようっと。リサね、リンリン、アコの最強かっこいい水着一緒に探して。うん、いいよ。アコに似合う水着は、私が選ぶとしたらこれかな。どう？トップスのフリルがたくさんで可愛いでしょ。私はアコちゃんが着るなら、こういう黒くてリボンたくさんあるのがそのどうかな。すごい、どっちも超かっこいい。あ、ほんと気に入ってもらえてよかった。アコ、2つとも着てみなよ。そっちに試着室あるからさ。うん、そうする。それじゃあ行ってく。あ、このマネキンの水着かっこいい。お、ほんとだ。色が黒でホルターネックなんてめっちゃクールなデザインじゃん。ユキナに似合いそう。ほんとだ、この水着すっごくユキナさんっぽいね。だよね。それでこっちの青いパレオはさよ。はい、大人っぽいレースが氷川さんに似合いそうですね。確かに。それじゃあ次はリンリン。リンリンには、私は本当に大丈夫だから、水着はちょっと。リンリンの水着も選んでみたい。アコ、リンコ困ってるよ。はーい。ごめんね、アコちゃん。せっかく選んでくれようとしたのに。ううん、謝ることなんかないよ。気にしないで。リンリン、いつか絶対一緒に海に行こうね。なるかわからないけど。アコちゃん、もうゲームにログインしてるかな。今日2回もアコちゃんのお誘い断っちゃった。アコちゃん笑顔でいたけど少し寂しそうだった。私も一緒に行きたかったな。でも海、人多すぎだし、私には。あれ、ゲームのトップページのお知らせに新着が。なんだろう、新しいイベントかな。コラボカフェ開催。
限定のアイテムコードを配布するんだ。この麦わら帽子かな。花とかついてる。かわいいな。手に入れたいな。コラボどこでやるんだろう。カフェの場所は海の家？え、ここ今井さんとあこちゃんが週末に行くって言ってた海の近く。そんな、海に行かないともらえないなんて。でも限定装備欲しいし、どうすれば。うん、謝ることなんかないよ。気にしないで。リンリン、いつか絶対一緒に海に行こうね。あこちゃんに連絡しよう。